Pray. Your porn. Simply paint with your you. 今回ポーンあの作る前にいろいろユーザーインタビューをしまして、まあ、なるべくそうしたくないなと思ってがまず頑張ったのが、えー、同じことを何回も喋るポーンが嫌だっていうね評判が。 あったたりしたんで、なるべく同じことを、えー、段階も言わないようにするための工夫を、えー、やります。で、えー、とポーンだけじゃなく NPC も含めて大きな役目を果たしてるんですけども、あのー、ゲームをやってる友達が横にいててアドバイスしてくれるような感じにポーンをしたいなと思ってまして。 えこっちっすよみたいなこれだったらこっちはこの方がいいですよとかこうしますよっていうふうなことを案内してくれる友達が横でいい感じにアドバイスしてくれるっていうことの実現ですねできればあの画面に矢印とかあまり出したくなくてですね、えー ゲーム的なちょっと冷めるような表現はあんまりしたくなくてできれば全部ポーンとか NPC に世界の案内をしてもらえるようなっていうところに非常に力を割きます前作でもポーンごとの性格っていうのはしっかりと設定はされていたんですけどまあ本当はまあ性格無限にあるのがいいと思うんですけども、えー、いくつか分かりやすい性格の要素に分類しまして。 えー、性格ごとに声優さんも変えて口調も変えて、えー、特徴的な行動をするようになのでユーザーの皆さんは前作より以上にあのこういう性格のポーンだったらこういうことをしてくれるんでこういう性格のポーンがいいなみたいな感じで選んでもらえるのかなと思っています。そうでですねなんかあったったけ個性で言えばあの今回 意識的にその個性の幅を広げてるタイトルだと僕は思ってるんですけれども、えー、今言われた性格もそうですしあと知識に関してもまあ敵への知識とかあと今回、えー、クエストがプレイヤーが自由に遊んでいけるメインクエストが何かとかではなくていろんなクエストがこのゲームの中にあるんですけれども、えー、あんまり強制してないんですね。 っていう仕組みになっているんでいろんな人がどういう遊びどういうクエストを遊んだかによってまたそこもどういう知識を持ってるかっていう個性がちゃんと分かれるようになってるのでポーンを探す時の楽しさとしてもあこの知識を持ってるポーンなんでありがたいとか何かそういう感情に返ってくるところがきれいにこうシンクロしてるゲームになってるなと思ってます。 Mayhap the flower bed will offer some clue as to Roger's whereabouts. Follow me, master.